そう、孫さんからねもらったんだよこれ、うん、孫コントローラー、うん、これやっぱりね6ボタンちょっといいよっていうね。で軽いんだよねまたね、これね、うん、これ堀はマジでいい。堀にしたら一気にマスターに行けた。本当に全然違う。あ、そうなんだね。いやちょっとねいただいたもこれお孫のやっぱあの分身としてこう使っていかなきゃいけないなって思うんですが、やるじゃん、やるじゃん、これこっから勝つ男。くそ、さすがに読めてるなそれな。元のコントロールで、まあまあでもこれさもう分かってほしいんだけど、今はしょうがないんだよ、今はしょうがない。あ、これもう100回続けやってたのあれと一緒。学習装置、うん、学習装置と一緒、ずっと続く。これは元のままでよくね理論、うん、あぶね、これはどうだ、これはどうだ、これはどうだ、残念。いやもうちょっとでも練習必要だなこれな、うん、そう、あのコントローラー変えなかったら変えろ、あの変えたらそのままでよくねっていうのはもうしょうがない。だからこれはね自分がどうしたいのが一番大事で、お前はどうしたいの、それが大事。 SFL はさ孫さんがやっぱすげえな、ほんとこの前さ孫さん散ったんすよ、細かすぎてるなと。それであのこのコントローラーもらったんだけど、いやー孫さんすごいわほんと、うん、で前も言ったけど孫さんあの調子悪い時は、あ調子悪いって言うんだけど、調子悪い時にビッグマウスしないけどな、今回調子いいってさ LINE 来た時は、あ孫さんこれほんと調子いいんだなと思う。止まって見えたぜスパパン、うわー釣りはいらねえ、あ、違えわ、なんだっけ、決めるぜ、やべえ、負ける、ま、マジで負ける、あーうわっうわっうわっ、さあ、ここからどうやって勝つかですよね。やばい、負ける、負けちゃう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 、あこれさランクいけねえな、でもまだこれ6ボタン横に並んで、そうこういう風になった。まあ逆に行くか、そうだな、ランク、そうだな、ランク逃げてるの一緒だわそれ。だからランクっていうのをただ進行してただけだわ今は、なんかいわゆるランクという聖なる世界にこの状態で行くわけにはいかぬみたいな感じの、違う違う、そんな聖なるもんじゃないランクって。しゃあわあ、ガエルとザンギはマジで時間いっぱい。やべ、リーサル見えちゃった、みんなリーサル見えちゃった、どうしよう、リーサル見えちゃった、やべ、リーサルが見えちまった理由になってる、どうしよう、あ終わった、はあマジおかしい、
なんか。クソラッキーだったわ。クソラッキーだった。は？なんで出なかったマジで。は？ああ、横前が入ってないな。あったじゃん。いやちょっとギリギリ負けて悔しいね。波動拳苦手だねこの人。あ、出して出して出して、クソ、まだまだ修正必要だなこれ。え、なんで？クソ、破傷撃、いってるね。あ、いってるね。ただだよ。あ、ちくしょう。まあ5200ってとこか。気持ちよかったでろ。なあ、あーもうシミーが、はい、マイナス確認、はい、OK、 トイレ、まあもうちょい使ってるな、うん。